こんにちは。3月22日金曜日です。今日は県議会中継のため、番組はこの後12時50分までの配信となります。さて、今日は朝は小雨がぱらついていましたが、この時間は雲の隙間から青空も見えて、空もだいぶ明るくなってきました。そして気温は昨日よりも高くなる見込みで、水戸、土浦ともに19度まで上がる予想です。暖かい一日となりそうですね。ではここでいばきら TV からのお知らせです。番組では視聴者の皆さんからの動画や写真、そしてメッセージを募集しています。現在募集しているメッセージのテーマは春到来です。このテーマ以外にも番組へのご意見ご感想もお待ちしています。メールアドレスはご覧の通りです。またいばきら TV のホームページや Twitter、Facebook からもお寄せいただけます。そして動画や写真は風景や植物、ペットなど身近なものを撮影して送ってください。動画は2分以内でお願いします。動画の応募方法はいばきら TV のホームページをご確認ください。そして写真はメールに添付してご応募ください。採用された作品はキラ1動画など番組内でご紹介していきます。皆さんからの投稿をお待ちしています。続いて今日この時間のメニューです。まずは県内の今がわかる茨城新聞ニュース。いばきら情報局では野菜フェアのお知らせです。一押しうまいもんどころは地鶏。そして今日は大洗水族館でウォッチングのコーナーがあります。今日はどんな話が聞けるか楽しみですね。田谷アナウンサーが紹介しますよ。そしていばきらインフォメーションと続いていきます。今日のお昼も楽しい情報満載です。ではこのコーナーからスタートです。ニュースをお伝えします。今年は平年より早い開花です。水戸地方気象台は昨日、水戸でソメイヨシノが開花したと発表しました。桜の開花は平年より12日早く、去年より16日早いということです。1953年の統計開始以来最も早かった2002年に次いで早い開花となりました。気象台の職員が昨日午前10時ごろ、水戸市三の丸の旧県庁前のお堀沿いに植えられた標本木で開花の基準となる5、6輪が咲いているのを確認しました。そろそろ咲いたなと思って綺麗、楽しみです。入学式らへんにね、かぶれば一番、ね、なんかいいよね。天気が良ければそう。開花が過去2番目に早くなった理由について、水戸地方気象台は1、2月は冷え込んだものの、3月は夏日を記録する日があるなど暖かい日が続いたためと見ています。およそ1週間で満開となる見込みです。次です。大洗町のアクアワールド茨城県大洗水族館で昨日、来年度のアクアワールド大洗子ども大使の任命式が開かれ、町内の幼稚園と保育園の園児代表に任命証が手渡されました。子ども大使は大洗町と大洗水族館の PR 役を務めるとともに、生き物を通して自然への関心を高めてもらうのが狙いです。今年度、町内8カ所の幼稚園と保育園の年長組を対象にスタートし、園児たちは水族館の企画展の開会式典などで活躍しました。昨日は4月から年長になる園児合わせて130人を任命しました。任命書、期限年長児童の皆さんをアクアワールド大洗子ども大使に任命します。はい、よろしくね。大洗水族館の河原井忠夫館長は、宣伝隊をやって命の大切さも感じてほしいと園児に呼びかけました。終了後には参加者全員で記念撮影を行いました。じゃあニコニコです。
に見た。水族館これからは見学する方がいらっしゃいます。ちっちゃい時来てた。水族館大丈夫ですか。任命証は年間パスポートとしても利用でき、園児たちは早速館内を見て回りました。以上をもちまして、ブーボルドペンギンのお散歩タイム水中での。続いて朝刊ピックアップのコーナーです。まずは今日の茨城新聞一面から見ていきます。県内下げ幅縮小と出ています。昨日、今年1月1日時点の公示地価が発表されました。県内、守谷市やつくば市など6地点は横ばいということで、明るい兆しが見られると伝えています。では今日の注目記事、まず一つ目はこちらの記事から紹介していきます。しだれ桜満開です。樹齢推定400年を誇る県の天然記念物、龍ヶ崎市にある般若院のしだれ桜が満開となっています。本堂の裏手にあるこの桜は江戸彼岸の園芸品種で、高さおよそ10メートル、太さおよそ5メートル、枝張りおよそ22メートルの巨木、龍ヶ崎市の桜の名所の一つとなっています。昨日は冬型の気圧配置が戻った影響で花冷え模様でしたが、それでも彼岸の墓参りに訪れた人や写真愛好家たちが抜けるような青空をバックに、その雄姿をカメラに収めていたと伝えています。しだれ桜にソメイヨシノリに、本当桜の季節になりましたね。お花見が楽しみです。では続いての注目記事です。ドクターヘリの離着陸場についてです。県建設業協会第5支部は、ドクターヘリのランデブーポイントに指定されています第5町教育支援センターの運動場を芝生化するボランティア活動を行いました。およそ1600平方メートルの芝張りが昨日完了し、地域住民らに引き渡されたということです。これまでヘリコプターの離着陸前には散水が必要だったということなんですが、第5町にはドクターヘリのランデブーポイントが31箇所指定されています。そのうち19箇所が学校関連施設のため、ヘリの着陸前に運動場への散水が必要となっているということなんです。昨日行われた完了式で町の方は、ドクターヘリの運用や住民交流のため今後は芝生の管理を万全に行っていきたいと感謝の言葉を述べたと伝えています。また運動場の残り400平方メートルは30日に地域住民たちが芝を張る予定だということです。ここまで茨城新聞ニュースでした。茨城ら情報局です。東京で行われる茨城の野菜フェアのご案内です。茨城県では24日まで水菜やレンコン、ピーマンなどの茨城県産の野菜を使用した特別メニューをご覧の東京都内9店舗で提供する茨城の野菜フェアを開催しています。この機会に食材の宝庫である茨城の旬の野菜を味わってみませんか。店舗により開催日などが異なる場合があります。詳しくは茨城県農産物販売推進東京本部までお問い合わせください。以上、茨城の野菜フェアのお知らせでした。続いては茨城県の旬な食材を紹介する一押しうまいもんどころのコーナーです。今回紹介するのは茨城の地鶏です。茨城では奥久慈地域の奥久慈シャモと石岡市八郷地区を中心としたつくばシャモの2つの銘柄の地鶏が生産されています。いずれも豊かな自然の中で生産者からの愛情を受けてじっくり育てられており、美味しさはもちろんのこと、
厳しい生産基準をクリアした安全安心な地鶏です。今日の一押しうまいもんどころ注目食材は茨城の地鶏でした。親子丼やシャモ鍋、そして焼き鶏などさまざまな料理で、つくばシャモ、奥口シャモをぜひご賞味ください。続いては大洗水族館でウォッチングのコーナーです。このコーナーはアクアワールド茨城県大洗水族館の方々がスタジオにやってきて、水族館の魅力をたっぷりと伝えてくださいます。アクアワールド内で行われているなるほどウォッチングもこのスタジオからお送りしていますので、ぜひお子さんと一緒に楽しんでくださいね。今日のアテンダントは山口めぐみさんです。山口さん、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいはい、今回のなるほどウォッチングではチクチクとして真っ黒で不思議な生き物ウニについてお話をしていきたいと思います、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速お話を始めていきたいと思います、はい、では今回のお話のタイトルはこちらです。題してウニの体の不思議という話です。一緒にクイズ頑張っていきましょう。はい、頑張ります。ではクイズに入る前にまずはウニたちについて考えていきましょう、まずウニといえば何を思い浮かべますか？そうですね、私は食いしん坊なのでウニというとやっぱりお寿司とかそういう感じも思い浮かべるんですけれどもはい、どうでしょうか？確かにお寿司のイメージとても強いですよね。ですよね、はい、他にもイガグリのような形だったり、海で暮らしているなということもイメージがつくんですが、はい、やっぱり私もお寿司を思い浮かべましたですよ、ね、食べると美味しいそんなウニたち、はい、ではそのウニたちの一体どこを食べているのかということを考えていきたいと思います、では第1問目のクイズです。ではウニのどの部分を食べているのか考えていきたいと思います、こんなこと考えたことなかったですけれど、外側の殻ではないですよね、食べる部分って。そうですよね、中はなんていうかこうちょっと味噌っぽいような色とか形状しているので、脳、頭じゃないですか？はい、では体の中をちょっと見ていきましょう、はい、体の中は実はこのような作りになっていたんです。いろんな器官が中に入っているんですね。そうなんです、実はウニの体の中には脳がなかったんですね。そうなんですか、そもそもないんですね。そうだったんです。ではこの中から選んでみてください。どこだと思いますか？脳みそでないということはどこかな。じゃあ中心にあるので筋肉にします。はい、わかりました。では正解は
こちらです。あ、外れちゃった。はい、なんと正解は生殖槽と呼ばれる場所だったんです。はい、この生殖槽一体何をする場所なのかというと、はい、ここはウニたちの卵の元を作る場所になっていたんです。はい、ちなみにこちら答えてくださった筋肉は、はい、体の下の方にある口を動かすために使われているところだったんですね。そうなんですか、知りませんでした。ぜひ覚えてみてください。一つ勉強になりました。ではここまでウニのどこを食べているのかを調べてきましたので、はい、続いてはウニたちが何を食べているのかということについて考えていきたいと思います。続いてのクイズがこちらです。さあ、ではこの3つの中からウニが何を食べているのか考えてみてください。ウニが食べているものですか。そうです。1番が、はい、アジです。2番がタコ、3番が海藻です。わー、悩みますね。ウニってこうトゲがあって痛そうじゃないですか。それで動いているものを、はい、えいってキャッチするようなそんなイメージがあるので、1番のアジじゃないですかね。わかりました。では正解を見ていきましょう。正解はこちらでした。なんと正解は3番、海藻を食べて生きていたんです。はい、実はウニたちはワカメや昆布が大好物だったんですね。そうなんですね、草食系ですね。草食系でした。うんうんうん、ではその様子を見ていきたいと思います。こちらです。わー、さあ見てみましょう。今ウニたちの体の下側、口の方を映しています。はい、さあ渡されたワカメがどうでしょうか。どんどん食べられていくのが分かりますか。吸い込まれていく感じですね。そうですよね。そう、このようにむしゃむしゃと食べているウニなんですが、このあともちろんうんちも出てきますので、その様子も見ていきたいと思います。ではうんちの様子はこちらです。さあ真ん中のあたりをよく見てみましょう。はい、実は分かりますか。今出てきたんですが、中心から白っぽいものがポソって出てきましたね。そうですよね。こちらがウニのうんちなんです。はい、実はウニたちのうんちを出すお尻の穴は体の上の方、てっぺんにあったんです。そうなんですか。はい、体の下に口、上の方にお尻の穴、ぜひこちらも覚えてみてください。人間とは逆ですね。そうだったんですよ。こちらも一つ覚えました。では続いて最後のクイズに移りたいんですが、その前にこちらの写真をご覧ください。はい、さあこのウニ一体どうなっているか分かりますか。なんかこう柱みたいなものがあって囲われているようになっていますね。そうなんです。実はこのウニ閉じ込められてしまっているんです。ららはい、ではこのウニ一体どうなってしまうのでしょうか。これが最後のクイズです。さあ中から選んでみてください。1番が檻を登って外に出る、2番が出られない、3番が間から出ていくです。ここまでのクイズでは予想とは全く違った動きをするっていうことがキーポイントになっていたと思うので、あえてこれじゃないんじゃないかなって思うものを選んでみます。はい、1番の檻を登って外に出るにしてみます。わかりました。では正解見ていきましょう。はい、正解はこちらのウニに発表してもらいたいと思います。では映像を見ていきましょう。はい、ウニさんお願いします。さあ針の間を見てみましょう。はい、なんだか細長いものが出ていますね。はい、出てます。こちらは管足と呼ばれるウニの足の部分なんです。へー、さあこの管足と針を動かしながらどうでしょうか。あ、今登りましたね。そうですよね。はい、なんとこのように登ることができてしまったんです。すごい。わけで、はい、正解はなんとこちら。はい、大正解でした。1番の外に出るが正解だったんですね。はい、最後に正解することができてよかった。はい、おめでとうございます。はい、さあ今日はウニの不思議をたくさん覗いてきましたが、さあいかがでしたか。本当に不思議だなと感じましたね。はい、食べるととても美味しいウニなんですが、調べれば調べるほどとても面白い生き物なので、ぜひ今日のお話を覚えてあげてくださいね。はい、ぜひ皆さんにも、ね、いろんなことを覚えていただきたいですね。はい、では以上でウニの体の不思議をおしまいにします。ありがとうございます。はい、なるほどウォッチング、皆さんいかがでしたか。ここまで山口さんありがとうございました。はい、さて続きましてはアクアワールド茨城県大洗水族館のイベント情報のお知らせです。ここからは経営企画課の坂倉さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、
では今月の21日にですね、アクアワールド大洗はリニューアルしてからちょうど11周年を迎えます。開館11周年記念イベントとしまして、チンアナゴフェスティバルというものを開催しているんですけれども、インターネットで話題になりました、チンアナゴの歌の、キャラクターになっているスタンプを集めると、特製の可愛らしいクリアファイルがもらえるスタンプラリーを、行っていたりですとか、あとキーホルダーの制作など親子で楽しめるイベントを行っておりまして、こちらが春休み期間中ですね、4月の7日の日曜日まで行っておりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。はい、わかりました。こちら1つ目ということですね。はい、続いては、はい、こちらがガラルファクリニックというものでして、人の角質を食べる習性で、有名なお魚なんですけれども、こちらもすごく、水中に入れた時に、手をついばんでくる感覚がすごく不思議で、とても人気のあるものですので、ぜひ、体験してみてください。はい、こちらはゴールデンウィーク期間中までということなんですね。はい、その予定になってます。はい、ぜひ皆さんにも体験していただきたいと思います。はい、でこちら最後がですね、第21回企画展クジライルカと題しまして、魅力のあるクジラとイルカに関する、企画展を行っております。こちらも5月6日までですね、行っておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、わかりました。では繰り返しご案内させていただきます。まず1つ目は、開館11周年記念イベント、チンアナゴフェスティバル、こちらが、現在開催中で4月7日の来月日曜日4月7日まで開催されているということです。そして2つ目にご紹介いただきましたのがガラルファクリニック、1月から展示しているガラルファ、こちらはゴールデンウィーク中まで、開催ということです。そしてもう一つ最後になりますね、第21回企画展クジライルカ、こちらも5月6日ゴールデンウィーク中まで開催となります。ぜひ皆さんにも遊びにいらっしゃっていただきたいと思います。今日はウニに関するなるほどウォッチング、そして、アクアワールド茨城県大洗水族館のいろいろなイベント情報をお話を伺いました。山口さん、坂倉さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。大洗水族館でウォッチングのコーナーでした。クオリティオブライフ、つまり患者さんの生活の質を重視し維持改善すること、それが現代の医療にとって大きな役割になっています。現代のリハビリテーション医療は技術の進歩に伴い非常に専門分野に特化する傾向にあり、医療従事者は患者さんの生活者としての目線に立つことがますます重要になります。自分たちの独自の専門性も非常に大事だけれども、他の専門職との重なりっていうのも大事だなっていうふうに思っていまして、リハビリテーションが必要なお子さんの事例を提示したときに、ここのリハビリの部分は PT の友達に聞きましたとか OT の友達に聞きましたっていうようなことが自然にできているんですね。目標を達成するためには看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師などの垣根を越えた連携、コミュニケーションが必要不可欠となってきます。早期から4学科共同でいろんなことをするという授業は非常にチーム医療というところで考えても効果的といいますか、いい授業の構成じゃないかなというふうに思っています。縦と横のつながりを最大限生かすチーム医療、いわゆる多職種連携は最先端の医療教育と言えるのではないでしょうか。小児科の先生にお聞きしたことがありますが、小児科の患者さんを見るときに親の目を見るのではなくて、しゃがんで子どもと同じ目の高さになって直接働きかけることが大事なんだと、これがやはり医療の原点かなという思いがいたします。一番大事なのは患者さんと同じ目線に立つという視点を全ての医療者が共有し連携することです。チームで行う医療、私どもの大学ではそういった教育を重点的に行ってまいります。さて続いては県や市町村からのお知らせを紹介します。茨城ラインフォメーションです。県と茨城文化振興財団は有望な若手演奏家の演奏技術の向上と県民の皆様が音楽に触れるための機会を提供するため、さまざまな人々が行き交う公共の場をステージにコンサートを開催しています。今月は25日月曜日の午後2時からイオンモール水戸内原メインコートで、トランペット、ホルン、トロンボーン、チューバによる金管五重奏コンサートをお届けします。
国内外で幅広く活動している龍ケ崎市出身のトランペット奏者松田美幸さんが参加する東京ブライトブラスクインテットの皆さんにより、運動会などでおなじみの天国と地獄や隣のトトロなどのほか、ご家族で楽しめるよく知られた曲を中心に楽しい春を感じさせる華やかな音色を奏でます。詳しくは茨城文化振興財団までお問い合わせください。皆様のご来場をお待ちしています。3月26日火曜日、茨城県次世代エネルギーパーク子ども見学会リサイクルと理科実験コースが行われます。まずバイオパワー赤津田で自動車用のバイオ燃料を作る施設を見学した後、廃材を利用して発電しているバイオマス発電所を見学します。午後にアクアワールド大洗水族館で環境への取り組みやバックヤードなどを見学、関東最大規模の海の総合ミュージアムを楽しんだ後、原子力科学館で太陽光発電の元となる太陽を特製展望鏡で観察し、理科実験教室にも参加する盛りだくさんのコースです。このイベントは小学生とその保護者が対象です。水戸駅発着で参加費無料。新学期の前に家族でサイエンスを楽しんでみませんか。詳しくは茨城県次世代エネルギーパークインフォメーションセンターまでお問い合わせいただくか、茨城県次世代エネルギーパークで検索してください。茨城県警察では平成25年度第1回警察官採用試験を実施します。今回は大学卒業程度の英区分の試験のほか、平成25年10月1日から勤務可能な人が受験資格となる B 区分の試験も実施されます。採用試験の申し込みは現在受付中で、締め切りは郵送もしくは持参する場合が4月16日火曜日まで、インターネットで申し込む場合が4月15日月曜日までとなります。第一次試験は5月12日日曜日に水戸、土浦、筑西、鹿島の県内4つの会場で一斉に行います。詳しい情報については採用フリーダイヤルへおかけください。また茨城県警察のホームページでも採用試験に関する情報を提供しています。ぜひご覧ください。たくさんの申し込みお待ちしています。茨城インフォメーションでした。続いて茨城 TV からのお知らせです。番組では視聴者の皆さんからの動画や写真、そしてメッセージを募集しています。現在募集しているメッセージのテーマは春到来です。ついにソメイヨシノが開花しましたね。皆さんお花見いつにするかもう考えてますか。開花からだいたい1週間ぐらいが見ごろを迎えるということでね、毎年となってますけれども、来週末ぐらいがちょうどいいかもしれませんね。ぜひメッセージお寄せください。またこのテーマ以外にも番組へのご意見ご感想もお待ちしています。メールアドレスはmail@ibakira.tv です。またいばきら TV のホームページやツイッター、フェイスブックからもお寄せいただけます。そして動画や写真は風景や植物、ペットなど身近なものを撮影してぜひ送ってください。応募方法はいばきら TV のホームページをご確認ください。そして写真はメールに添付してご応募ください。採用された作品は番組内でご紹介していきます。皆さんからの投稿をお待ちしています。ではお花見といえば気になるのはお天気ですよね。この後の気象情報をお伝えしていきます。今日は茨城県は晴れで夜は曇りの予報です。そして日中ですが水戸、土浦ともに19度まで上がる見込みとなっています。そして気になる週末のお天気ですが、土曜日は茨城県晴れで昼過ぎから曇り、日曜日は曇りの予報なんですけれども、降水確率が 40% ということなので、土日お出かけお花見など考えている方は明日土曜日の方がおすすめかもしれませんね。さてこの後のライブ配信ですが、今日は午後4時55分からのいばきら TV ステーションです。午後もキラキラと輝きますように。それではまた。